マイラッキーチャーム。皆さんこんばんは。こんばんは。今日も楽しくマイラッキーチャームお届けしたいと思います。2023年も1月11日になりましたけども、まあ新年のねお正月気分もだんだん落ち着いてくる頃なんですけど、はい、まだまだぼーっとしてますね、はい、まだまだなんかぼーっとしてます ね今もぼーっとして、ひとみちゃんが机から物を落としました。まあ、東京スターレディオ、いろんな番組の間のインフォメーションでもお伝えしてますけども、まあ、生放送ではなくて収録で、うん、やってるんですけれども、いつものスタジオじゃないんですよね、はい、今日録音してるのが。そうなんです。隣の部屋なんですけども、隣にこんな素晴らしいスタジオがあったのか。そうですね、俺たちは5年目だけどここは初めて。初めて、新しいスタジオですね。少し待遇が上がったような気がしませんか。ここを使えるっていうのは多分大物芸能人だけだと思いますよ。そうですよね、はい。小野真代さんとかここですか。小野真代さん違うんだ、もっといいとこあるんですね。じゃあさらに、あ、八王子で撮ってるんですか、真代さんは。あ、そうなんですか。いや、ね、時々林浩子さんとか、うん、早瀬久美さんとか阿部静さんと会うことあるんですけど、小野真代さんとまだ会ってないのでね。そうですね、八王子行かなきゃダメか。わかりました。まあいろいろね、そういう情報を仕入れるということも大事でございますよね。小野真代さんのファンですもんね。大好きというと林浩子さんに怒られちゃうんですけど、ね、ひろこさんすごい好きですよ、僕は。林浩さんが一番ですか。あ、まあ、その順番をつけるっていうのからもう脱却しませんか。みんな好き、ね、そうです、もう DB みんな大好き、誰でも大好き。はい、はい、1月11日、まあ、111という111ですよ。あら、本当だ、111だ。多分犬の日なのかな。本当ですか。わかんないけど、でもそんな感じですよね。犬の思い出とかなんかひとみちゃんありますか。あ、幼稚園の時に、はい、園から帰ってお友達と手をつないで帰る時に、うん、犬に追いかけられて転んで、ああもうダメ、噛みつかれると思ったら私の上を飛んでいきました。同じような経験自分にもあります。そうです、自分も犬に追いかけられて逃げたんですよ。そうです、転んじゃうのね。そうしたらバタって倒れたんですよ。です、ああ終わったと思ったんです。そうしたらば顔をパッと上げたら目の前の犬が走っていくんですよね。自分を追い越して犬は行っちゃったんですね。そうなんです、犬というのは僕を追いかけてるんじゃないのかもしれないですね。標的に噛みついたりとか引っかいたりとかすることなく、もうまたいで先行っちゃいましたね。私はもうダメ、噛みつかれると思ったら、はい、同じです。犬は追い抜くんですね。追い抜いてまっすぐ走っていったんです。うーん、まあ犬とかにね噛まれた経験とかもありますけども。あります、あります、あります。怖い
怖い怖い怖い。あの今でもあの手に傷は残ってますけどね。いつですか？小学校の時だったと思いますけどね。近所の犬に噛まれました。痛い。まあ、今でもねあの家で犬を飼ってるんですけどたまに噛まれたりします。結構なごさんは噛まれる体質ですか？噛まれやすいのかもしれないですね。女性にも噛まれますね。女性に噛まれたらいいんですけどあまり噛んでくる人はいないですね。甘噛みぐらいにしてほしいですけどね。まあうちにいる犬もまあ割とふっくらしちゃったんでちょっとダイエットさせようかなと思ってますけども。そうなんですか。まあ年末年始はね余計太っちゃいますよね。どんなワンちゃん？犬の種類ですか？性格ですか？種類とか性格とか。種類はねあれですね、黒いポメラニアン、ブラポメと言いますけど、そうですね、性格的には少しまあおつむが弱い。って言うと怒られそうですけどね。怒ってますね。怒ってるかもしれないですね。ルイちゃんって言うんですよね。ルイというあの犬なんですけども、見てみたい。今度連れてきてください。ルイをね、重いからね。おんぶして。6点何キロありますよ。あ、そうなんですか。まあ犬も家族ですからね。猫も家族みんなでね可愛がって可愛がってあげてください、うん、本当ね。やっぱり家族ですからね。前まではね猫もいたんですけど、猫はねちょっと2年前にあの虹の橋を渡ってしまったので、うんうん、まあ、今犬だけなんですけども、あの小さい時からあの猫と一緒に暮らしてたんですよ、うちの犬は。はい。なんで猫の方が先にいたのね、うん、自分も猫だと思ってるわけですよ。かわいい。だからいろんなところに飛び乗ろうとしたりとかするの、猫っぽい動きをするの、よく顔洗うじゃないですか猫が、はいはい、耳の後ろから洗ったりとか、そうですね、顔洗います。うちの犬はそれやりますね。多分猫を見て覚えたんじゃないですかね、無意識のうちにね。あ、じゃあ自分は猫だと思ってるんですねきっとね。で外散歩行って向こうから犬が来るじゃないですか、逃げるんですよね。顔を背けるというか、なんだこの犬はみたいな感じで、自分は猫なんだからみたいな感じで、犬と一緒にするなみたいな。あ、そっか、今でも自分は猫って思ってます。思ってるかもしれないですね。かわいい。猫としてまあ一生を終えてしまう犬なのかもしれませんけどもね。まあ猫とか犬はまあお正月とかね、まあ暮れもあんまりなく同じように生活してるような感じがしますけど、ひとみちゃんは年末年始何かこうテレビ見たりとかいろいろ DVD 見たりとか、そんな過ごし方をしたんですか？なかなかじっくり見る機会がなかったので、ダンスレボリューションミュージカル、自分でミュージカルとか、ひめゆりの歌、そういう舞台を。ひとみちゃんはね去年あのいくつか舞台出て、そのうちの、ダンスリボリューションというものとひめゆりの歌が DVD でね、はい、それぞれ、ダンスリボリューションが6000円で、ひめゆりが3000円かな、そうですね、販売されておりますので皆さん見てください。見ていただけたら嬉しいです。僕も見ました。あ、ダンスリボリューション。どうでしたか？ダンスリボリューション良かったですね。ひめゆりとかも見たんですけど、あれ去年から散々見てるんですよ、本番とかも含めて。そうですよね、そうですよね。何回も見てるんですけど、ほとんど寝てるんですね。ダメです、それ言っちゃうの。それも言っちゃう。客席でなんかいつも寝てるんで、あのストーリーがよくわかんないんですよ。だから DVD で、あ、こんなシーンがあったのかとか。でね、長いんですよね、すごく。なんで途中でいつもなんかお手洗いとか行っちゃうんで、舞台も満足に見たことがなかったんですけど、DVD で見るといいですね。途中で止めてお手洗いに行けますからね。そうですよね。じゃあちゃんと見てくれてありがとうございました。はい。あの、ちゃんと見させていただきました。ひとみちゃんの可愛らしい小学校 4年生役。そうですね。見れますので、どうかご覧ください。はい、ご覧ください。で、お便りが来ておりますので、ご紹介しましょうか。そうですね。はい。では、お便りをお読みしたいと思います。はい。これは、これは大阪のイケメンカズちゃん。はい。ひとみん姫、南雲さん、こんばんは。こんばんは。寒い季節が来ましたね。寒いですね。ひとみん姫、たくさんの冬あったかいものを着てね。火事に注意してください。火事は声が命ですよ。これからも頑張ってください。コロナには十分気をつけてね、っていう優しいお便りでした。なんかありがたいです ね大阪のイケメンカズちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございました。今ね、年賀状とかもねあんまり書かないような世の中になってきたんで、こういうメールとか LINE とか嬉しいですね。そうですね、うん、もう一通、もう一通来ております。はい、こちらはバレンティンさん。バレンティンさんもイケメンだと思いますよ。イケメンバレンティンさんです。はい、ラグモさん、ひとみんさん、いつも楽しく番組を聞いています。江中ひとみと語ろうのコーナーは毎回とっても楽しみにしています。今日もありますからね、楽しみにしてください。はい、早く1時間番組になるといいな。これからも応援しています、頑張ってくださいっていう、ありがとうございます。お便りありがとうございました。はい、まあ、なんとか1時間番組になるように頑張りましょうね。1時間番組になるといいですね。はい、はい、では今年2回目の放送ですけども、ここでなぞなぞを皆さんにじゃあお出ししたいと思います。はい、大瓶で販売をしていないお酒の種類は何でしょう。ほう、大瓶で販売していないお酒、そういうお酒があるわけですね。種類は何でしょうかという、では皆さんね、考えてください。考えてる間に一曲お届けしましょう。はい、Baby I'm still hungry、 どうぞ。地図にない街見つけてみないか、輝くカムイに会いに行こうよ。エルドラドどこにあるのか、泣いて笑って走り出そう。
皆さん分かりましたか、はい、ひとみちゃんの難解ななぞなぞでございました。はい、はい、分かりましたでしょうか。じゃあ問題もう一度。じゃはい、はい、大瓶で販売をしていないお酒の種類は何でしょうか。下田ディレクターお分かりになりましたでしょうか。スコッチ。スコッチ、あ、ちょっとだからね、スコッチ。スコッチ、さすがですよ。さすがですね。だいぶ腕を上げてますよ。いやもうね、簡単には三振しないよね。そうですね、うん、スコッチ、いい当たりのファールっていう感じでしたね。じゃあ江中ひとみさん、はい、正解をじゃあお願いいたします。はい、大瓶、大きくないんで焼酎、焼酎、焼酎しかないので、ね、台はないということですね。焼酎でした。はい、はい、じゃあ今回の、視聴者の皆様への本のプレゼントでございます、はい、今日のプレゼントは、はい、本格ミステリーの名作、はい、呪縛伝説殺人事件でございます。こちらをじゃあ5名の方に、はい、そして番組からはですね、可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。はい、新しいタイプができましてね、さらに可愛らしさが増しました。番組特製のオリジナルトートバッグ、はい、はい、こちら1名の方にプレゼントします。では宛先をお願いします。はい、mail@775fm.com、 mail@775fm.com までご応募ください。お願いいたします。では江中ひとみと語ろう。今日のテーマはですね、はいはい、南雲さんの大綺麗な椎茸。椎茸に椎茸帰っていい？あ、でもね、きっとね、はい、好きになると思うの。椎茸嫌いな人は多分多いんじゃないかと思いますよ、僕の感覚ではね。そうですね、あ、でも好きな人は5人に1人ぐらい嫌いなんじゃないですかね。好きな人は好きかもしれない、好きな人は多いでしょうけど、嫌いな人も多い食材ですよね。そうですね。さあ今日は椎茸嫌いな人が椎茸が好きになるようなあれなんですね、語ろうなんですね。語ろうなんですよ。はい、絶対無理だと思いますけど、じゃあお願いします。多分南雲さんも椎茸の嫌いな方も、嫌いなところはなんかブニュブニュした食感が苦手とか、まあ大体嫌いになるっていうのは食感だったり匂いだったり味だったりいろいろでしょうけれども、あと味に癖がある、はい、癖がありますね、味にね。あとは見た目が気持ち悪い。うん、確かにね、やっぱり見た目も嫌いなのですね。はい、まあその物事が嫌いだと坊主に憎けれじゃないですけど、その全てがね、嫌いに思えますよね。そうなんですね、うん、でもね、椎茸さんってとっても可愛くて。可愛い、はい、懐いたりしますか。懐きますね。懐きますか。はい、お家に帰るとお帰りとか言ってね、寄ってきたりしたら嫌ですね、椎茸が、ね、椎茸が可愛くなればいいんですもんね、要はね。まあ可愛かったり美味しかったりすればいいと思いますけど、変な香りっていうか、あの癖のある香り、うん、あれもやっぱりお嫌いなんですよね、煮汁、まあ、まあその椎茸を食べて、その椎茸が例えばですよ、うん、カツ丼の味がするとか、うん、だったら OK かなと思いますけどね。なるほど、うん、あの椎茸のですね、美味しい食べ方があるんです。はい、はい、まあちなみにじゃあ言ってください。はい、はい、フライパンにバターをひきます。はい、そして椎茸くんをスライスします。スライスするんですね。あのね、本当になんて言えばいいのかな、こうちょっと斜めにこう切ってくるんですね。斜めに薄く、はい、はい、そして炒めます。はい、そしたら鰹節、うん、振りかけます。鰹節をね、はい、はい、そしてそこにですね、うん、ここからですね、はい、本当はこれ、あの味付けとかは、うん、本当にあのみりんとお醤油とお砂糖、はい、少々でいいんですけども、はい、でさらに盛り付けます、うん、ここからです。ここから南雲さんがとても好きになりそうな、はい、お皿の上に置いてからがポイントなんですね。そうです、はい、そこに、うん、モンブランをモンブランをですか。はい、モンブランを細かくカットして、モンブランを細かくカットですね、はい、はい、上に盛り付けます。はい、南雲和則さんが椎茸を大好きになる料理でございました。なるかな、それでモンブランの部分はいいですけどね、その椎茸と一緒に食べて
これは台無しじゃないですか。でもね、椎茸かわいいかわいいと思えばいいんです。まあ、かわいいお顔だなって。そうなんですね。かわいいかわいい、あ、モンブランと一緒に僕食べるんだ、これから。椎茸かわいいなで、言えるかい、そんなことね。椎茸さんってあの低カロリーって言いますけど、まあ、キノコは ね、あのヘルシーというかね、ダイエットもいいってよく言うんですけど、はい、椎茸さんはなんと栄養があるんですね。あ、具体的にはどんな栄養素？ナトリウム、はい、炭水化物、はい、タンパク質、ビタミン C、 鉄、ビタミン B6、 マグネシウム、ビタミン D、 結構入ってるんですよ、栄養価が高い。じゃあ割と他のキノコに比べたらば、椎茸というのはいろんな栄養素が入っていて、そうで、ね、ヘルシーっていうだけじゃなくていいんですね、体にね。栄養もあるし、疲労回復にとっても効果があるそうです。まあ、いつも疲れてますからね。そう、まあ、ちょっと BGM が流れてまいりました。ご紹介します。青い月夜の大脱走、赤ずきんちゃんズの歌でございます。ひとみちゃんとななちゃんのね、デュエット、はい、聞いてください。で、椎茸の疲労回復効果、あ、ビタミン B1 という栄養素もありまして、うん、これは疲労回復にとても良くて、なのでどうしてもむくんだりとかですね、しびれたり、息切れ、動悸、これに椎茸が効くそうなんです。ひとみちゃん椎茸が大好きなんですよね。大好き、大好き。お顔も可愛いです。お顔が可愛い。可愛い。こうなでなでしたりするんですね。なでなでしながら料理をしたりとか、椎茸を入れた炊き込みご飯とか大好き。じゃあひとみは椎茸を食べてるから割と疲れないのね。かもしれないですね。ディレクターは好きですか、椎茸？うわ、あ、このスタジオの中2対1で椎茸好き派が優勢なんですね。なのでさっきね、料理をご紹介したように、はい、モンブランをかけて椎茸を食べるという。そうしたら絶対椎茸かわいい、大好きになります。酒とみりんとバターで炒めて鰹節をかけた椎茸にモンブランをかけるという、はい。さあどのような味になるのか、なんか恐ろしい感じがしますけどね。嬉しいです。まあ、あのそれぞれ皆さん嫌いな料理があったら、好きなものを上からかけたら、いいことです。そう、それが一番好きになる。ちなみにひとみちゃんはどんな料理が嫌いなの？あまりない。あ、生レバーが、生レバー、うん、あれがちょっと食べる。じゃあ生レバーを塩コショウかなんかで炒めて、好きな食べ物が何でしたっけ？好きな食べ物はお魚、マグロとかですよね。サバとか。サバ。じゃあその上からそのレバーの上にサバを乗せたら、あ、いいですね。食べれますか？食べれます。本当ですか？はい、じゃあ今度それやってみてくださいね。今度サバとレバー、はい、サバレバ、サバレバ、はい、はい、皆さんもいろいろチャレンジしてみてください、はい、好きになってくださいね。今日の絵中ひとみと語ろうすは椎茸について熱く語っていただきました。はい、エンディング曲が流れております。これは絵中ひとみ&カンパーニュ楓のハ イ、ハイスクールやばい留年、はい、これは音楽チャートの1位になった。そうです、 iTunes 調べでね、はい、すごいすごいですね。見事第1位、作曲はソング S さん。ひとみん情報なんですけど、1月はあんまり仕事してないですね、ひとみちゃんね。1月15日中野名曲堂午後3時から、はい、新日本舞踊の第一人者愛花優香さんのコンサートがあります。その時にひとみちゃんゲスト出演いたします。いますので、ぜひぜひいらしてくださいませ。はい、1月15日昔の成人の日でございますけどもね。12時半かな、うん、ココンさんが、あ、そうなんですね、はい、引き続き、まあ、もしお時間がある方はね、はい、午後ずっと名曲堂にいてください。コーヒーが大変美味しいです。美味しい、ケーキも美味しい、ね、ケーキ美味しいです。ずっといたらコーヒーが2杯飲めて、ね、ケーキも2つ食べれるというね、はい、うん、で、中野名曲堂に絵中ひとみコーナーができました、はい、できました。でひとみちゃんの CD アルバム春夏秋冬花鳥、今度風も出ますけど、名曲堂にはいつも置いてありますので、名曲堂に行って買ってください。あの、言っていいのかな、お名前。はい、どうぞ。スイジ先生が、はい、言ってくださいまして、はい、赤い車がなかったっていうことを。わかりました、今度入れときます。はい、じゃあ残り10秒で花と宝石言える。お花はですね、はい、はい、1月12日のお花、
スイートアリサムと、はい、美味しいはアクアマリン。この日にお生まれになった方の性格です、はい、責任感が強くてお茶目な一面もあってアイドルさんに向いています。はい、では、はい、See you!